こんにちは、長里元気です。今回は、今年から、アンバサダーに就任した長里ゆきさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていうか、めっちゃ焼けてない？そうだよ、だってもう夏だもん、こっちは。やっぱ夜練習してるのとあれだね、やっぱ違うのかな。全然違うよ、うん、日焼けの具合が夏だね。だってもう9時、8時半、9時前ぐらいまでもう明るいもん。あ、そうなの？なのに今これ8時の、夜の8時の明るさ。めっちゃ明るい。立場が急になんか選手だったのがアンバサダーになって、まあ関わり方は変わると思うんですけれども、まあそのハヤブサに入ったこうきっかけとなったアスリートのために何かしたい、クラブのためにこう力になりたいって思いはそこは変わってないので、まあ、プレイヤーとしてではない形ですけれども、地域の発展だったり子どもたちの育成であったり、まあ、そういったところに貢献していければいいかなというふうに思っております。まあ、チーム状況が全く違うのと、まあ、今期アメリカのチームに入ったチームが今年からやっぱできたチームですごく新しいので、そのサッカー以前の問題のところがすごく大きくて、その技術的なところであったりスピードの部分であったり、なんかそういったところはすごく楽にプレーできるようになったかなっていうのは感じていて、そこまでこうびっくりするぐらい早いようなプレッシャーをかけに来られたりだとか、そういった感覚にならないことが増えたので、余裕を持ってプレーできるようになったのかなっていうふうには思ってます。一番僕、まあ、ゆきと去年プレーして、今年なんかそのなんだ一緒にプレーできたことがなんか良かったなって思えてるのことが一つあって、それはやっぱりサッカーはフィジカルとか技術とか、まあ、そこも大事だけど、やっぱりその頭の中考えることがすごい大事だなっていうのを感じて、今年はそれがすごいなんかテーマじゃないけど、その意識を持って自分もそうだし、なんか周りの選手もやっぱそのこのカテゴリーだし、全員が上手いわけでもないし、全員がなんか力強いとかフィジカル強いっていうわけでもない中で、じゃあどう戦っていくのって言ったら、そこの考えることを揃えるっていうことは、やっぱその技術云々なんだろうな、フィジカル云々じゃなくてもできることだと思うので、まあそこは本当その勇気とプレイしたところで新たになんか気づけたところかなっていうふうに思います。コミュニケーションの仕方とかはやっぱ変わるの？日本人に対してと、そのアメリカ人とか外国人選手日本人だけに対しては変わるけど、うん、日本人男子に関してはアメリカと同じようなスタイルで、向こうの選手はやっぱそういう、なんだろうな、じゃあこうしてほしいとかこう思ったっていうのをダイレクトに伝えた時ってどういう反応するの？結構すんなり受け入れてなのか、これは人による。やっぱ性格による。やっぱいるんだ。いるプライドが高くてもううるせえよみたいな、うん、で自分の意見を曲げない人も結構多いし、いるんだ、うん、なんかどちらかというとその自分が損しないような、まあ日本人との違いというかさ、結構日本人選手はそういうの言われて、だから自分が犠牲になってもチームのためっていう風に思うのがやっぱ多いじゃん、うん、そう思う選手はやっぱ少ないって感じか。少ないね、うん、なんかこう、うん、プレー見ててもやっぱやっててもそうだし見ててもそうだし、うん、それなってくるとさ、そうなんだろう、チームとしてどうまとまるっていうところではまとまるの？あんまなんか自分のことが一番あれじゃん、優先っていうかさ、うんうん、そうなってくるときってどうチームがまとまるのかなってい
全員が全員自分が優先ってわけじゃないから、その 中にはその自分が優先じゃない人もいるから、それでうまくバランスが取れてる感じ。だからなんだろう、さっき言ったさ、そのできたばっかのチームっていうところで、はやぶさにいた時もなんか同じような感じじゃん、言ったらできたばっかで、じゃあこれからやっぱ似てる部分っていうか、なんかあるの？できたばっかって言ってもさ、はやぶさの場合は1年ぐらいは一緒にやってたでしょ。まあね、まあまあまあ、でそれなりのレベルでやってたでしょ皆さん、うんうん、だからある程度どうやって合わせるとかはさ、なんかベースの部分があるじゃん。うん、でもこのチームってプロとしてのキャリアでまだ10試合にも満たないとかいう選手が半分ぐらいやっぱいるから、うん、暗黙の了解でこうお互いに認識してることってあるじゃん、サッカーにおいて。なんかこういう時はまあ これこうするのが普通、原理原則っていうね、そうセオリーだよねっていうところ、そこの部分が経験値として欠けてるから、なんかその当たり前の違いがものすごく大きすぎて、あとプレーの選択の違い、そこが難しいかなって感じてる。で逆、それとはじゃあそこがまあピッチの上で、そのピッチ外の部分ではさ、結構できたばっかでのしっかりしてる、そのオーガナイズとか、じゃあ練習とか練習時間、試合に向けてのみたいな。なんかね、その環境面に関しては今まで所属したチームの中で多分一番いいかなって思う。まあ、スタッフも含め、うん、スタッフも含めて、そうだね、施設もそうだし、オーガナイズもそうだし、そこの部分はじゃあできたばっかとは思えない感じのクオリティというか、ちゃんとしてる、うん、最初からオープンにはいけない、でも行かないですよ。誰に対しても、なんていうのかな、こう、喋りかけたりだとかはしなくて、自分に興味を持ってもらえるような、キャラ作りとはまた違うんですけど、持ってもらえるような、なんて言ったらいいんだろう、日本語で。英語だとなんて言うの？英語だと、出てくんだ。So, I just will be who I am. なんだけど、うん、なんて言ったらいいの？その、being、doing じゃなくて being の状態。なんて言ったらいいの？日本語で。あ、なんだか分かんなかったら、うちら分かるわけないでしょうよ。なんだ、言ってることは分かる。うん、なんかその興味を引かないけど、なんか興味を持ってもらえるような私でいるってこと。ああ、そういうことね。はいはい。うん、仕草をしたり、行動したり。そう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 。それをその誰かに対してっていうよりは、その空間でっていう感じ。じゃあ、練習の中だったりとか、ストレッチの中とかだったり、なんかそういう場で、なんか、お前何やってんだよみたいな感じで突っ込まれるようなことをするってことでしょ。そうそういうこと。でそこから話を膨らませるっていう感じね。そういうこと。でもさ、なんか俺もタイに海外行ってて、うん、その日本人に比べて外国人の人たちって結構なんか気使ってさ、話しかけてきてくれない？なんかね、アメリカ人の場合は気を使ってっていうよりは、その人に興味を持って人に聞くことがその人に対してのリスペクトっていう教育を受けてきてるから、その辺の教育の多分違いがあるから、その人に対して何かを聞く興味を持つっていうのが当たり前として育ってるから、多分その、うん、いいことだね、うん、だからもう新しい人、新しい選手が来て接しないっていうか興味を持たないっていうことはもう失礼なことだっていう認識で、すごいいい文化、うん、去年のはやぶさイレブンでの経験をね生かして、今年アメリカで新しいチームに入って今頑張っていますが、
少しでもチームが良くなるように、そして一つでも勝利を、増やせていけるように、あのチームの勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思います。はい、はい、今回ありがとうございました。ありがとうございました。今後もゆうきさん定期的に動画を上げてくれるそうでなので、次回号もお楽しみにしててください。お楽しみに。ありがとうございました。